木、小井サは、日本のプロレスラー。神奈川県横浜市出身。身長172センチメートル、体重75キログラム、血液型 A 型。合同会社プロレスリングバサラ代表社員。2019年現在、所属するプロレスリングバサラの他に、大日本プロレス、DDT プロレスリング、にオータム・ウィンターなどに参戦している。学生時代は、 高田道場に通っており、同時期に串田も通っていた。2002年7月18日、海援隊道場に敵高いさみというリングネームで、VS 松本大輔戦にてデビューし秒殺勝利して、注目される。しかし負傷して退団し、いさみに改名。退団後は、FWF アジアンプロレス国際プロレスプロモーション666。 WMF などのインディー団体にフリー参戦した。2006年5月7日の大日本プロレス、横浜赤レンガ倉庫大会で黒天使、沼沢ジャキとタッグを組んだことをきっかけに、沼沢にデスマッチ参戦を直訴。6月4日の大日本プロレス、カツラスタジオ大会では、関本大輔と有志鉄線ボードデスマッチで戦った。さらには、 ユニオンプロレスや666で組んでいる、宮本博史向きとのタッグチーム、ヤンキー二丁拳銃で、伊藤隆二佐々木隆組と蛍光等デスマッチでも対戦。その後、黒天使沼沢ジャキ河西淳のコンビ、045ジャサルキチガイエースによる、デスマッチスクール。 スクール・オブ・マットネスに入学し、デスマッチの狂気の部分にも触れており、メインイベントのデスマッチにも頻繁に参戦するようになったが、連戦連敗を喫する。2007年5月のユニオン新規バファーストリング、大会直後体調不良を訴え、診察の結果、頸椎椎間板ヘルニアと診断されて医師から引退勧告を受けたが、やり、足りないことがあると、 現役続行を希望し長期欠場に入った。手術後の休養期間を経て、2008年5月、ユニオンプロレス、北沢タウンホール大会で復帰。同時にリングネームを、木高エに戻して、数年来の念願であった三上とのシングルマッチを行った。復帰後は666、アイスリボン、ハードヒットにも参戦。アイスリボンでは、アイスリボン男子ンブエース2008と呼ばれた。 ハードヒットでは、プロレスリング、ノアの青木敦史とのシングルを行った。7月13日、復帰後初となる大日本プロレスへの参戦を果たし、佐々木隆宮本博史向きと、ボブワイヤーボードラダーマッチで対戦した。2009年5月28日、大日本プロレス高楽園、ホール大会にて再キャン、タックリーグ優勝決定戦 BJW 認定タック王座決定戦に、パートナーの武田選手と共に進出して、宮本博史向き佐々木隆組と激突。ちなみに、このタッグリーグ戦の決勝戦には、事前に決勝進出が決定していた伊藤が怪我による、欠場となったため繰り上げ進出となった。蛍光灯数十本を束ね3メートルの高さまで、組み上げたオブジェを利用した4コーナーサイキャン。 デスタワーデスマッチとして行われたこの試合では30分間の試合時間で決着がつかず延長戦にて武田が宮本をドラゴンスープレックスで破ったこの結果サイキャンタックリーグ優勝に加え第26代 b j w 認定タック王者となった7月27日の後楽園ホール大会にて関本大輔岡林雄二組に敗れ BJW 特王者のベルトを失った。その後、ユニオンのリングで、石川修司の持つ子 D 無差別級王座に挑戦するが敗北する。9月28日の後楽園、ホール大会では、宮本との数年来の約束であった、ヤンキー7番勝負番外第8戦を実現させて、鉄オリアンドラダー蛍光灯マッチで対戦した。 12月31日の天下三部の計の年越し108人ランブルでは、海援隊土壌でデビューし、DDT 系列のユニオンに所属して、大日本プロレスを主戦場とするため、この工業を象徴するレスラーと言われて、108番目に登場したが短い時間で敗退している。2010年1月2日の大日本プロレス後楽園大会の蛍光灯イルミネーションマッチで、 アブドーラ小林から3カウントをダッシュしてメインイベントでの初勝利を挙げる。その後、行われた黒天使沼沢ジャキとの次期デスマッチヘビー級王者挑戦権決定戦でも勝利を挙げ挑戦権を得る。前哨戦では宮本から3カウントを奪うも3月19日後楽園ホール大会のタイトルマッチであるダブルガラスボードインディアンストラップマッチでは敗北した。 2010年6月よりスマッシュのリングに登場し、高田道場で共に汗を流した騎田だと、ルール無用マッチで対決をしたり、JCB ホール大会のハードコアマッチに参戦、するなどして活躍した。2010年8月15日には、フルスレアル系ドジョの2代目マリーンズマスクが持つ、ウア世界ミドル級王座にも挑戦するなど勢いを見せ、2011年1月3日のユニオン後楽園。 ホール大会では念願であった DDT エクストリーム級選手権のベルトを獲得。ハードコアなファイトで憧れの存在であった三上やエルサムライ、エルジェネリコなどの大物、海外からの競合などの挑戦を受けた。また、同時期にはユニオンプロレスマットにおいて、ヤノケータ、サバイバルヒガトのどかしらを結成し活動する。5月5日、第2本プロレス。 横浜文化体育館大会では、ヤンキー二丁剣銃としてレイヨンゴジャサルキチガイエスの、持つ BJW 認定タック王座をダッシュして二度目の、タック王座に着く。そのベルトは2012年4月に奪われたが、11月に、第日本再キャン、タックリーグ戦の優勝決定戦に進出すると、その相手が、タック王座の岡林雄二忍だったため、 タイトルマッチとしても行われた試合に勝利して優勝とともにタック王座を奪回した。以後、ヤンキー二丁拳銃として防衛回数100回という目標を掲げて2013年に入ってからも防衛記録を更新し続ける。8月18日には DDT の子、D タック王座も獲得し2冠を達成。シングルでも一期当選の決勝では、 伊藤隆二に敗れ準優勝となったが、11月4日、第2本横浜文化体育館大会では、同じユニオンの石川修二の持つ、BJW 認定デスマッチヘビー級王座に挑戦して、ユニオン同士の対決を制して三冠を達成。9月から11月にかけて開催された第2本、サイキャン、タックリーグ戦では、 スピードオブサウンズにタックの連勝記録を35で止められたが、決勝での再戦で勝利始発のリーグ連覇を達成した。この年の年末に選考された日本プロレス大賞の最優秀タックチーム賞部門では辞典となったが、日本インディー大賞では MVP を含む史上初の3部門受賞を果たしている。これらのベルトは二千十四年六月までにべて防衛に失敗し、 一旦無冠となったが、7月に女子のウェーブ認定タック王座獲得を皮切りに、再び活躍を見せ、11月には第2本サイキャンタックリーグ戦で3連覇を達成する。2015年4月12日、軽土女高楽園ホール大会にて、ハイ69の保持するインディペンデントワールドジュニアヘビー級王座に挑戦。これに勝利し、同王座を獲得。以降は、 プロレス団体を問わず、同王座戦を繰り広げ、8回の防衛。10月4日、後楽園ホールにて開催された、ユニオンプロレス解散工業のメインにて、自身の保持するユニオンマックス王座をかけて、石川修司との一気打ち。これを制し、同団体の幕を閉じる。大会終了後には、新しい家を作ると宣言して、新団体の旗揚げをしさ。10月7日、 公楽園ホールにて開催された DDT ドラマティック総選挙2015結果発表大会の場においてプロレスリングバッサルの旗揚げを発表また同総選挙にて史上最高得票となる1244票を獲得し初の1位となる11月15日全日本プロレスに存在する日本最古のチャンピオンベルトであるアジアタック王座王者決定戦を行い ヤンキー二丁拳銃として、第98代王者となる。11月28日、大阪府立体育会館にて開催された、大阪初のビッグマッチ、大阪オクトパス2015にて、坂口育夫の持つコリーム差別級王座に挑戦し、勝利、同王座5度目の挑戦にして、初の体感2016年1月21日、 プロレスリングバサラの旗揚げ戦を開催して自身が代表としてプロレス団体を率いることになる。2017年8月24日新規バファーストリング大会で行われたダブプロレスが事実上の団体対抗戦の決勝戦と認めた今野健ンとのシングルマッチで勝利を収める。記録は10分36秒でエビ固め。試合は コンロの強烈なキックを受け止めていく木高が痛烈な逆水平チョップを見舞う展開であり、フィニッシュもエクスプロイダーからのイサム足、残という新コンビネーション。対抗戦は一区切りしたものの、ハードコア6人タッグマッチで勝利を収めた軍曹が毎年1回、西と東からお互いに集まってやるってのはどうだそれってとってもロマンチックじゃない 本格的な全面対抗戦の乱発は避けたいとの意思表示を行い、木高も敵ながらいいこと言うじゃねえかと同意し、再開戦を約束した。2019年1月27日にダイヤモンドホールで行われた BJW 認定デスマッチヘビー級選手権、試合鉄オリアンド、蛍光灯デスマッチで、 高橋忠成と対戦した際は、巧みな傾向と裁きで前半を制したが、ダイビングダブルニードロップの反動で膝にダメージを受けると形勢を逆転され、最後は高橋の渾身のジャックハマーで15分29秒にホール負けした。2019年10月1日、プロレースリングバサラが DDT グループからの独立に伴い社長に就任。 細身の体から放たれる捨て身でトリッキーな技が魅力。ありがとうございます。